どうも、サラサラヘアの男の子はシャーペンの芯が細い岸です。今まとめ撮りをしております。なので、多分前回の続きで撮ってます。動画自体はおそらくとても短いと思います。ハゲの豆知識、ハゲ知識、豆知識いらないんですけども、ね、ハゲの知識でハゲ知識でいいんですけども、はい。ということで、ちょっとしたハゲ知識を皆様にお届けしたいと思います。 AGA 治療の AGA って正式名称何か知ってますか？僕は知ってます。答えはアンドロジェネティック、アロペシア、アロペシア、アンドロジェネティックアロペシアの略だそうです。じゃあアンドロジェネティックって何でしょうか？はい、そこの君、なんかの物質、惜しいですね。ハゲ、あーちょっと違いますね。じゃあそこの君、うるせえハゲ。はい、ということでアンドロジェネティック、アンドロジェンなんですけども、アンドロゲンかな、は男性ホルモンの総称、テストステロンとかいろいろあるものをすべて総称してアンドロジェンというらしいです。でそれのじゃあプロペシアじゃない、アロペシアか、アロペシア、アロペシアなんでしょうか。理想郷、それはなんだっけ、ユートピアとかなんだっけ、化学物質、あのプロペシアみたいなことですかね。はい、ラブホの名前違います。正解は、脱毛症です。なのでアロピーシアは脱毛症ということで、テストステロン、男性ホルモンの脱毛症、男性型脱毛症ということで AGA、 アロピーシア、あ違うな、アンドロジェネティック、イントネーションは一旦置いといたし、アンドロジェネティックアロピーシアというのが AGA の略だそうです。以上、キッシーでした。へーって思ったらグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。押してください。 Twitter のフォロー、インスタのフォロー、ハゲタ日記の閲覧お待ちしております。よろしくお願いします。以上です。